フェルダーニアは写真機及び写真フィルム等の観光材料の製造に始まったイタリアの企業でありブランド名である。日本ではフェラニアという表記も見られる。1964年から1999年の35年間、米国の企業 3M の参加にあったがフェルダーニアテクノロジーズ株式会社として再独立したカラーネガフィルムソラリスで撮影した写真。 ソラリス FG プラス200、126。1915年、カイロ・モンテノッテのフェルダーニア地区に措置えたイタリアーナ、プロドッティエス・プロデンテの工場が建設され、そこで、ニトロセルロース混合物が製造され始めたことが、同社の前主として存在する。1923年創業時の事業は、写真フィルム、因果紙、写真材料、器具の製造であった。 1938年、社名をフェルダーニアと改称する。第二次世界大戦後の1947年、同社がカラーフィルム、フェルダーニアカラーをイタリア映画界に導入する。映画用フィルムの世界では、同社のパンクロマティックフィルムである、フェルダーニア P30 で撮影された映画、二人の女が、1962年の第34回アカデミー賞で、 アカデミー主演女優賞を受賞している。1964年米国の国際的大企業 3M が同国のダイナカラーと共に同社を買収した。これを機にイタリア国内だけでなくヨーロッパ市場、北米市場に進出した。1996年 3M がイメーション事業部をスピンオフイメーションとして分社化した。1999年には シュローダーベンチャーズが買収し、フェルダーニアテクノロジーズとして独立会社化した。2000年同社は写真フィルムを製造し、プライベートブランドだけでなく、ソラリスブランドの名のもとに販売した。その後メッシナグループが買収した。1999年にコダックが生産終了したコダックインスタマチックのためのフィルム126フィルムを 製造を販売する最後の企業であったが、2007年、初頭に、同社も生産を終了した。2008年7月同社社長は、同社の労働組合に対し同年12月には、カラーフィルムの生産を中止すると発表した。翌2009年3月同社のカスタマーサービスは、ISO200 と ISO400 の2種類の135フィルムのみを生産すると明言した。 インクジェットメディアや X 線フィルム、デジタルヘルスイメージング機器、グラフィックアート材料、特殊プラスチックも製造している。同社はイメージング産業以外の商機を探って、メッシなグループ参加で苦戦しながらも、建設重機、鋼材加工、及びビジネスサービス業にも進出した。2012年4月現在、同社は創業以来のフェルダーニアサイトと、 米国オクラホマ州、ウェザーフォードの、ウェザーフォードサイトの2カ所を拠点に経営を行っている。日本では、同年4月現在、株式会社、フービが輸入業務を行い、フェルダーニアソラリスブランドのフィルムやデジタルカメラを扱っている。フェルダーニアゼータデュプレックス。写真機フェルダーニアイビス66と120。フィルムフェルダーニア 3MP30、120。 フェルダーニア 3M エウラマティック FC。制作、あるいはポストプロダクションとしてクレジットされている映画作品の主な一覧である。2012年3月現在、公式ウェブサイトにはデジタルフェルダーニア株式会社と明記されており、所在地や電話番号、メールアドレスなどが書かれた一枚構造で、現在の事業内容等が不明である。ありがとうございます。